はい、皆さんこんにちは。エグザイル事務局の明山です。今回はですね、エグザイル高弘、一般人に対して怒り心頭ですということでやっていこうと思います。はい、まあ、昨日はですね、エグザイル高弘くんがね、こういったねストーリーをね、上げていました。はい、まあどういうストーリーかと言いますと、あんまりこんなこと言いたくないけど、先ほど東京駅で盗撮してきたお姉さま、人は物じゃねえんだよ、このご時世やめれ、やられて嫌なことしない、時と場合によっちゃ人は鬼になるぞっていうね、投稿をされておりました。でこの数時間後にね、もう一つ、投稿していた、ストーリーがありまして、それは何かと言いますと、もし先ほどのストーリーの盗撮案件で不快な気持ちになられた方がいらしたらすみません、ここじゃなく直接家みたいな意見もいただきました。時と場合により危険を感じた際はもちろん真正面から直接言わせていただいています。経験がある人なら理解していただけるでしょうか。なぜかリスキーなのは取られた側で、しら切られたらそれまでで、ただこれはもちろん自分事だけではなく、タレント芸能人有名人だけの話ではなく、世間一般の時代のモラルとして、決してご覧いただいている皆さんと揉める気なんてございません。変に絡んでくる人はこのハサミでチョキンチョキンですがねと、仮のね、画像を添付しながら、その一方でね、少しね、お怒りになられている様子がね、伺えますね。なんでね、皆さんね、盗撮は、やめましょうということで。